あっちゃんです。今日はちょっとね、いろんなお魚で出しとろうと思って、まず、昆布をね、さっと拭いて水の中につけときます。つけときます。ちょっと多いかな、まあいいかな、はい。これで30分ぐらいつけときます。はい、魚のアラでね、出しときましょうということでね、ほうぼうさんの頭、この前ね、お刺身のところに乗ってたほうぼうさん、これを使いましょう。ちょっとね、ここからヒレが出てたから、ヒレがちょっとね、よいしょ、ちょっと飛ばします。ちょっと飛んでいたけどね、はい、ほうぼうさんの顔、ね、ぶった切ります。硬いよ。これで、はい、切れた。で、ここを落として、ここが多分ね、ここは。とりあえずこれで、入れておきます。でもね、硬いな。きれいよ。で、この前からね、持ってやった、これ、ホウボウのね、骨、いろいろ、これは確かね、ホウボウと、タイ、ホウボウちょっと待って、この方がいいわ、タイにね、ちょっと落とします。この辺も、これ石餅、あ、石餅まで入れた。で、この辺が他の魚でしょ。これ鯛の尻尾、石餅も切ろうか。で、鯛ここで切ります。あれ、鯛の顔どっか行ったの。外れてるのか。石持ちもここで落としましょう。で、これでね、顔だけ。茹でさっと湯がきます。湯がくというかね、いきましょう。
最初にね、このスズキの胃袋と皮先にいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の皮は OK です。胃袋だけもうちょっと置こうか。胃袋と、ちょっとね、他のお魚いきます。これ、あれ昨日のお魚、ホウボウとタイと、石餅、いろんな魚の顔です。俗に言うアラミですね。もういいかなね。さっと茹でるだけで鱗が取れたらね、OK になるので、ちょっとお魚ちゃんを先に取り出して、ここにね、音のあらをザーッと入れて、もう霜降りになったら OK やから、臭み抜くだけやから、表面の色が変われば OK です。OK です。顔のこの鱗をね、さーっと洗い流して置いていきます。全部を出しに洗いにするのはもったいないな。美味しいよな。特にホウボウとか煮って美味しいよな。まあ、それは次回出しましょうか。出せたよう。全部は全部アラにしたらもうね、もったいないすぎるよね。もったいないって言い方もおかしいけど、ね、胃袋ちゃん、アラ、何ぼかアラにして何ぼかって大丈夫か、アラにしとこうか。そんなに内側スコンドがないのよ。まあいいや、はい、これ粗にですね、ちょっと茹でたんで、ね、置いときます。でついでに茹でたね、皮
ズッキーニの皮と胃袋それを拭いて、ちょっと苦味めっちゃ残ってるからね、結構美味しいものができるんじゃないのかな。よいしょ、これをね、歯ごたえが結構薄いだから美味しいんだけど、身がついてるとまだ美味しい。これ、100均のね、包丁で引いたら身が残っちゃった。これはいいと思うよ。ちょっとだけ砂糖。味噌、美味しい、完成。はい、昆布がね、沸騰する前に出します。昆布が沸騰じゃない、昆布を入れたけど沸騰する前に出します。ちょっと沸騰させるのを入れましょう。ここにね、魚さんたちを入れていきます。まあ、タイカワハギね、ほうほう、アラというのか、ニというのか、この辺でも切っていきます。あ、なんかの釜入れちゃった。
しもち。いろいろとかね、一応すごい。行きましょう。じゃあ身を取りましょう。こっちから青いのかな。なんかアクが出てくるからね。このようにアクを取りましょう。でも取りきれへんけどね、こんなん。ベースのね、これ、だしを作っとくと、すごく便利やね。何人でも分けるからさ。じゃあ、昨日チヌ買ったらよかったな、300円。これ使って、チヌご飯作ってほしかったよな。ちょっと、入れときます。いろんなお魚のね、出汁が出た。あら汁。かなり美味しい派であれば。煮付け作っていきます。こっちとこっちって押してよいしょ。また、煮付けは10分ちょいぐらい煮たらいいかな。お酒、
としてきたな。アンコールを飛ばしましょう。煮物の基本こんな感じ。ザラメを入れましょうね。お醤油、ザラメ、だし、何だかな、だしは白だしちょっと入れようか。これどうかな。うん、あれ嫌い。ここにね、いろんなお魚入れていきますやねんけど、ちょっと待って。よいしょ。で、火を忘れた。これね、石餅で、タイで、あれ今の石餅ちょっとっけ、分からん。これは工房さん、工房さんを結構ちょっと古いね。これカワハギで、タイで、ちょっと水を、こんなもんかな。で、強火で、ついでに食べ残れたの。桜と一緒に竹の子に出るわ。どんな味になるか。まあ美味しいと思うけどね。これに漬けときます。約10分。はい、10分ぐらい煮ました。それでね、ちょっと味見てみましょう。これに味入っとったら OK やからね。あ、おいしい。これ冷ましておきましょう。もうちょっとだけね、タイムを煮詰める。それから冷ましましょう。